はい、蟹座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の星の動きの補足とタロットリーディングをさせていただきます。本当はね、12月27日までに動画撮りたかったんですけど、撮れなかったので遅くなってすいません。はい、それともう一つ、12月12日に YouTube ライブを行います。そこで2024年の星の動きの解説と、そういった星の動きをたくさん載せているカペラノートの使い方説明をします。それと同時にですね、こちらのホロスコープブックをご購入いただいた皆さんの中で、もしこんなこと聞いてみたいなとか質問がある方は、そちらにも一緒にお答えしていきますので、よければコメントや当日ね、ご参加いただければ嬉しいです。では早速いきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見ていきましょう。ソードのエース、ワンド7逆、ペンタクスキング逆、カップページ逆、カップエース、女帝逆、はい、ワンドナイト逆ですね。気をつけることや対策はラバーズ逆と、はい、インジョの逆、逆が多いですね。オラクルは、はい、ワンド10の逆です。そうですか、そうですか、なるほど。まあ、一番ちょっと思ったのは、ちょっとその前に星の解説をさせてください。この時期は日常生活を整えるのがとてもいい時なんです。日常生活を整えるっていうのは、まあ、家の中を整理するとかそういうのもいいですし、時間の使い方を見直すのもそういいですけれども、基本全部自分のために自分を整えると思っておいてください。食べ物に気をつけたり、こうちょっと運動しようかなと思ったり、全部自分のために自分を整えるのに非常にいい時だと思ってくださいね。なので、まあ、お仕事を頑張れる時でもあるんですけど、仕事も心地よく自分が仕事をするために仕事を頑張る、心地よくみんなと仲良くするために、自分が心地よく過ごせるためにみんなと仲良くするみたいな、そんな感じだと思っておいてください。なので、何かちょっとこの時期に集中してやってしまいたいことがあるんだという方は、すごくそのコツコツしたエネルギーで進めそうですし、準備することもできそうです。そしてそれを踏まえた上でカードで見た時に感じたのがですね、ものすごくこう喜びが待っているんですけれども、もしかしたらもうあるかもしれない喜びがあるんですけども、それを難しくしているのが自分だって感じがするんですね。何かもしかしたら、もう何かの状況が少し違っていたらとか、この条件がこうだったら本当にいいのになとか、もっと楽しめたのになとかっていう、その何か気になることっていうものが自分を縛っているかもしれないんですね。例えばよくあるのが、もっとお給料が良ければ私は休みの日にもっと楽しめるのにとか、こうもっと自分が有能だったらきっと仕事もバリバリできるのにとか、そういう何か自分に何かを足そうとしているっていうのかな、こうもしもこうだったらちょめちょめちょめみたいな感じなんですけど、それが、その感覚っていうものが今の幸せを曇らせてるよっていう感じのメッセージだと思ったんです。なので、まあ、もうぶっちゃけ結論から言うと、頑張りすぎなくても大丈夫ですよっていうのが一番のメッセージなんです。そのこうしなければ幸せじゃないとか、こうしなければ自分を認められないとか、まあ、そういった意識っていうのも意識的に外していっていただきたいですし、そうじゃなくても十分幸せは感じられるよっていう意味で、宇宙はなんか優しくね、そんなに抱え込みすぎないでねって、一人で頑張らなくてもいいんだよっていうことを言われていると思いました。これ私から見ると逆位置で出ているので、やっぱりそんなに抱え込まなくて大丈夫だよみたいなね、自分のために生活を整える、自分のために仕事をする、心地よく過ごすわけですから、その自分が頑張ればこの場がうまくいくとか、なんかそういうのとちょっと違うんですよね。自分が無理をするのをやめる、この2週間っていう感じです。そうすると、今あるたくさんの喜びの種っていうものが全部表になるっていうか、表に出てくる感じがします。なんかオセロのね、ゲームみたいに、わあ黒いのがいっぱいと思っても、何か一つそこにオセロの駒を置くことで全部白にひっくり返るみたいな、なんかそんな感じで、なんだ喜びを感じたい、もっと何かをやってみたいっていう気持ちがなんかこう出そうな感じ、こう土の下から芽が
出そうな感じなんだけど、それを止めてるのが自分のもっと頑張らなきゃっていう意識かもしれないので、十分頑張ってますよっていうことなんですよね。そして自分の立場が悪いんだと思ってるかもしれないけれど、どんな立場だってみんな平等じゃないみたいな感じがあって、それを自分が一番自分のために認めてあげましょうっていう感じもします。そしてなのでね、なんかね、こう喜びが出てきそうなんですよね。これも本当にそうなんです。この少年が持ってるカップの中から魚がなんかピョンって飛び跳ねてるんですけど、それがもっと大きなカップになって、そこから泉のように喜びが湧き上がっている、鳩が飛んでるみたいな、そうなる可能性がすごくあるんですけど、喜んじゃダメだとかね、気を抜いちゃダメだとかね、そんなになんか喜んだら後のしっぺ返しが怖いみたいな、そんな感じで自分ですごく抑えてる感じがするので、なぜ抑えるのかって言ったら、これ以上無理はできないんだみたいな、そんな感じなので、いや無理はこれ以上無理しなくて大丈夫ですよっていう、今のままでも十分その幸せ感じられるし、じゃあ自分がやらなかったらどうなってしまうのと思う、その心配事も全部いらないよみたいなね感じです。なんかこう流れに逆らって一生懸命泳いで、こう一生懸命泳がないと溺れてしまうと思うかもしれないんですけど、力を抜いて浮いたらすごくプカプカ楽しく浮けて、しかもいいところにたどり着いたみたいなね感じがあるので、あんまりね頑張るのはとてもいいことだと思うんです。私努力するのもすごくいいことだと思うんですけど、自分を犠牲にして頑張るのはほどほどにっていう感じかな。ここまでは楽しみながら頑張れるとか、そういう自分のなんかこれ以上やっちゃうと自分を犠牲にしてしまうみたいな、そのねなんかこうバランスっていうのかな、なんかそこをきちんと見極められそうな感じがします。で、12月13日が新月なんですけども、この新月でじゃあ私はこれ以上はもう仕事しないわとか、これ以上はもう私は自分の時間にするわみたいな、そういうのでもいいと思います。はい、なんとなく言いたいこと伝わりましたでしょうか。くどくど言ったり、なんか伝えきれてない気がしてくどくど言ってしまうんですけど、伝わってたらいいなと思います。もし何かしらね、よかったですとか分かりましたっていう方は、ぜひコメントやいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。また何かね、12日のイベントでもご質問があれば聞いてください。ということで、ここまでにしておきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。